ろしくお願いします。イエイ、よろしくお願いします。今週も1週間お疲れ様でございました。お疲れ様皆様。いやでもテスト週間終わったので、テスト期間か、テスト期間がついに終わったので配信を続けることができます。嬉しいです。お疲れ、お疲れ、長かったよ、長かった、長かったねお疲れ様です。長かったよ、頑張ったよ。テスト週間お疲れ様としてね、ネイルもしました。可愛いですよ。可愛いネイルもしました。じゃじゃーん。ケアパチさん、ハートありがとうございます。ラブありがとう。バラもありがとうございます。ありがとう。これからこんばんは、こんばんは。勉強たくさんしたの？もちもち、かわいい、ありがとうございます。かわいいでしょ爪長。ブルーチーズ食べれる？何それ、あれですか、言い方が悪いけど、あれですか、カビですよね、カビが生えてるチーズですか言い方が悪いよね、ごめん。テストも終わりました、頑張りましたね、頑張りました。長かったよ、長かったよ。シクシク、こんばんは、テスト、お疲れ、お疲れさす。もうさ、昨日もさ、今日もさ、すっごい暑くないですか？めっちゃ暑くないってかさ、もうやばいよね、なんか眩しくて、太陽がすごく、太陽めちゃめちゃ眩しくて、本当にやばくない？なんでこんな眩しいと思って、昨日びっくりしちゃってさ、予定全部キャンセルしちゃった。昼に入ってる友達と遊ぶ予定だとかを全部キャンセルしました。理由、眩しいのが嫌いだからっつってカント、マジでマジで広島はね、なんか暑い、眩しいの嫌いだ、溶けちゃうから部屋のっつってキャンセルしました テストあるの、かよくたまらん、それな、わかる、たまらん、たまらんですな。焼き止めしっかりつけてグラサンしてください。もう本当に本当に無理なんですよ、太陽が、太陽が私無理なんです、本当にマジでマジで。どれぐらいダメか、どれぐらい無理かって言ったら、本当にどれぐらい無理かって言ったらね、今から人参とごぼうを煮込んだ、水だけで煮込んだスープを飲め、具材ごと飲めって言われるぐらい無理なんですよ。それぐらい無理なの、眩しいのが好きくない。何ぐらいの、なんかもう暑いし、目が痛いし、目が開けられないじゃん、歩けないじゃん、ってことは遊べないじゃんそれは無理だでしょ、でしょ。例えばピンとこない、マジ。一般的に言うと、今から人間の強敵とされる G と蜘蛛をすりつぶしたのを食べろって言われるぐらい無理。これならわかるかなこれならわかるかな、それぐらい無理。冷凍食品とどっちが苦手？どっちも苦手ノーマルカメラどうだ、あ、聞きたい、今日さやばいんですよ、ノーマルカメラがめちゃ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 味方してくれてて、私になんかもうノーマルカメラに好かれてるんだなってぐらい今日すごい漏れて、ツイッターにおツイートしたのは横顔のノーマルカメラだったんですけど、
あれはね、ちゃんと服を着て撮ったんですけど、今日のなんていうの、今日のポテンシャル、なんだ、今日の調子どうかなと思って、自分の顔面、今日の調子どうかなと思って、で見たタンクトップで撮って、タンクトップでね見ちゃったんですよ。で、おえやばい今日漏れると思ってね、ちょっと写真を撮ったの、自撮りをしたので、あのミスターと雪丸に自慢したの、見て見て見て、このノーマルカメラやばないやばないっつって自慢したんですよ。でもこれはもうちゃんと服を着て、ちゃんと服を着て撮るしかないと思って、みんなに見せるために撮るしかないと思って撮ったんですけど、撮ろうと思ったんですけど結局撮ってないっていうノーマルカメラって、そうアプリ使う、普通の内蔵されてる、もともと内蔵されてるカメラで自撮りしたんですよ。そうなんです、やばくない、超漏れたの、本当に見たい、見せれない見せれない。何の方が今着てる T シャツのプリント着ない、おじゃーん、可愛くないこの T シャツ。白ってあんまり着ないんですよ私、だから割と珍しい方のやつなんですけど、インスタさっき更新したのでぜひ見てください。シンプルめの、シンプルめの感じでインスタ更新したのでぜひね。 iPhone、 そう iPhone のねノーマルカメラってすっごい繊細に映るんですよマジで、もう毛穴の隅々まで映るんですけど、私毛穴ないので私毛穴なのでその辺もねご理解いただいて、長いでしょちょっとすると、こんばんはこんばんはちょっと服を着て撮るって、服を着てたんだけど、あのタンクトップなんていうのかな、タンクトップで撮っちゃって、タンクトップって載せれないじゃないですか、だからあのメンバーに自慢しました、漏れたっつって、でちゃんと服を着て撮りました。アイドルに毛穴ない、アイドルに毛穴がないって言い切れないですけど、私には毛穴がないです陰差の小さな紫色なのかな、うん、むしろだよ、あ多分ね、あのフィルターでそうなっちゃってるだけなんだけど、トゥルトゥルトゥトゥルトゥ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 テストの手応えどうですか。まあ0点はないよまあ0点はない、大丈夫。でも今日さ科学と人間生活のテストだったんだけどさ、もうさ分かんなすぎてさ、マジで本当に分かんなくて、あのテスト監督がその科学と人間生活のテストの先生だったの、先生だったの授業のね、だから先生先生ここ教えてくださいっつって、はい、でちょっとね、ちょっとあれちゃんとね問題読んでっつって、ここはこうだからこれが答えでしょって教えてくれましたさすが先生、さすが先生、甘い。髪の毛がどこへと、髪の毛は特殊な感じですかね。なんで特殊かっていうと、私キューティクルが素晴らしいので、本当にさ髪の毛国宝にしていいと思うんだ、このやばくない、いくらアイロンを当てても、いくら自然乾燥で放置しても、いくら黒染めをしても傷まない、どや何でもありやな、でしょ、うちの学校基本何でもありだから、基本ね、基本。今日のテラップはどういう感じ、どういう表情、これはあのテスト終わって万歳の顔、あと今日ねクラスの D 組のねクラスのあの一番うるさい人の誕生日だったんですよ。そうなんです、だからちゃんとサンプル持ってってあげました、ひやちゃんは優しいので、誕生日おめでとうっつって、あのその子サッカー部なんですけど、あのお菓子をね食べちゃダメなんですよ、お菓子というかお砂糖、お砂糖系とか甘いものを食べちゃダメで、
だからあんまりね食べてなかったんですけど、ひょんちゃんが大好物のあのクッキーがあるんですけど、それを持っていきました持っていきましたね、お誕生日おめでとうっつって持って行ってあげました。食べてました食べてましたね、その子。ないじゃん、いるよ、当たり前やん、部屋の静かな方ですよ。なんて言ったってひよちゃんは真面目だからな。明日は修学旅行の説明会がございます。10時に学校に行きます。で説明聞いて帰ってきます。教頭と会ってないんですよね、最近会ってないんです会ってないんだよ最近、ずっとテストでさ、教頭もさ教室回れないからさ、ずっと教頭室にいるんです。東京の修学旅行の予定なんだけど、なんかワンチャン大阪になる可能性もあるそうです。ワンチャンね。どこ行くの？東京だったらそう夢の国だとか2泊3日で自由で行くんですけど、で大阪だったらユニバとかじゃないかなと思いますけどね。東京コロナ声かかな。まあそうなんですかね。でもね、こんなにバンバン学校行ってるからね、あんま変わんないんじゃないかなとか思ったりするんですけどこんなこと言ったら怒られちゃう。ダメだダメだ県内はなし、県内は面白くないんじゃないかなみたいな。通天閣置いて行きたいね、通天閣ね。でも割と大阪も東京も行ってるからさ、沖縄か北海道がいいんだけど、お部屋の沖縄か北海道がいいよね。トゥ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 。ワンチャン大阪、ユニバは決まってる、大阪やったらなんですけど、どうなるんですかね。ちょっと明日いろいろ聞いてきます。てい近場に変更が多いらしい。ってことは大阪近いから行けるか。大阪は近いよ、広島からすぐそこやん、2時間で行けるよミュージック世界を変えてる。トゥ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 。どうなるのかちょっと微妙なんですけれどもね。宮島まあ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 、宮島だったら宮島で楽しむよ、部屋のは。どこでも楽しみ自信あるから大丈夫。なんか宮島でうのするわ宮島でうのするよ。被害の予測になるかも。なんかあの被害の予測は多分ないけど、あの大阪、東京までだったら大阪、大阪までだったらもうなんか返金になるんですよ、返金。だからそのお金でみんなで旅行行こうっていう話をしてます今返してもらってさ、普通に海外旅行行こうぜっつってお話ししておりますね。自分修学旅行広島だった、マジで。小学校の時の修学旅行が九州で、小学校が九州、スペースワールドだったりとか、あとなんか作ったとか博物館だったりとか行きましたね。で中学校が東京で、浅草、お台場、夢の国、中華街に行きましたで本当は高校は海外のニュージーランドだっけ、どうだっけ、部屋の行こうとしての、ニュージーランドかカナ、選べてニュージーランド、カナダ、台湾、あとどこだっけ、名前忘れちゃったんだけど、そこですかね。で
その予定だったんだけど絵画がなくなってで、あれになりました。あ、そうだ、ニューヨークで間違えた。ニュージーランドってどこやねん。え、ニュージーランドっていう国あるよね。え、ないっけ。あるよね、あるよね。あれ、ニューヨーク、そうそうそう、ね、ニュージーランドは国だけど、じゃあニューヨークや。ニューヨークかカナダか台湾っていう三つのあれ国があって、ぴょんぴょんぴょん国があって、でその中から選ぼうってなって、ヘロちゃんニューヨークに行こう、ニューヨーク行って、でそのあのプランがさすごい面白いんだけど、ニューヨーク行ってそのいろいろ旅行した後に東京羽田空港戻って東京で一泊して、その次の日にディズニー行って帰ってこようっていうね話をしてたんですけど、それはもうなくなって、で今のとこ東京になってるんですけど、ワンチャン大阪もあり得るって今日先生に言われて、明日詳しいお話を聞いてきます。ニューヨーク冗談かと思ったら、なんでやねん。ニューヨークに修学旅行が刺激的すぎる。ニューヨークって何があるか分かんないんですけどね。決めれるの？そう、もともとはその3つの中から選べたんですよ。選べたんですけど、なんか微妙だよね、やっぱよく分かんないですけど、まあ、ワンチャンね。どうなるんですかね、ちょっと微妙ですね。島根とかどう？島根何回も行った、もう何回も行った。沖縄がいい、沖縄行って海行って帰ってきたい、海行きたい、海、あと美ら海水族館行きたい。沖縄行きたいな、海綺麗だよね沖縄。こう広島の場合さ、広島の場合はどこに泊まるんだろうか。京都行きたいの。ヒロさん割と、いや、あの日本文化好きで、割とっていうか、まあ見た感じ日本文化好きで、千里休さんの千里休館みたいなところあるよね、行きたいんですよ。なんか千里休さん の子孫の方に会ってお茶を習いたい、直に教えてもらいたい。京都行きたいな。うん、行きたいですね。そうでもいいよね、いいよね、行きたいです。本能寺で歴史的なとこに行ってみたい。いいですね。でも海外にも行きたい。リッセンとね、海外旅行行こうねっていう、そのコロナ期間が終わったらなんか海外飛び回ろうぜみたいな話をしてるんですけど、なかなかね、なかなか出かけていいよ、海外行っていいよってならないからね、時期的にも。どうせならね、楽しい、もう心から、何も気にせず心から楽しみたいからさ。そうなんですよ。ほんまアメリカの夢の国がいい。そうだ、そうなんですよね。だからどうなんですかねと思いながら、うん、どうかどうか。リセのの本当はニューヨークだったらしいと言ったら、高校生って驚いてた。今の高校生かな、今の高校生って驚いてた。ニューヨークでした。でも、まあ、リセ妹もいるしね。髪伸びてて、伸びた、伸びました髪の毛。伸ばします。
セレブ海外ですか、今だけ、あ、今だけの高校生か、今だけの高校生、もう行きたいとこと欲しい重さ、はいはいはい、聞いてください。私最近欲しいものがまた一つできまして、できたんですよ。何だと思いますか。もうヒアノがめちゃめちゃ欲しいもの、今めちゃめちゃ欲しいものがあって、欲しい、もう欲しいものがありすぎて、ヒアノちゃんどうしよう。お、バンクさん、アジサイありがとうございます。アジサイありがとう、バンクさん。猫ちゃん、猫ちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん欲しいって。もこんな髪ある、宇宙船、宇宙船はある、もう縄跳び、いらない自由の読みは持ってるよ、もう、うん、じゃあボケなくていいねん、ボケなくていいねん正解はですね、別荘も持ってるし、もういらないよ、そんなに富と名誉ありすぎてる。分身はいつになっても必要だよね。妹欲しいね。弟はいるけど、あ、でもお兄ちゃん欲しい。ドラえもんも欲しいね。もっと欲しいよ、食べれなくなっちゃう。ベンツも持ってる思ってたのか、持ってるよ。正解はですね、パソコンなんですよ。パソコンでゲームしたい、マジで。パソコンでしかできないゲームあるじゃないですか。ディシットとかヒューマンホールフラットとか、ねえねえ、そうなんですよ、パソコンが欲しいんです、私は。パソコンがゲームです。リセン代表か、リセン、あー、そっかそっか、リセンも持ってますね、パソコン。リセンディシートやってんの、やらせてもらいたい。ないの、パパとかはね、パパとかママは持ってるんですけど、私個人のものが欲しいの、私個人の、個人のものが欲しいの、ヒアノだけのもの、パソコンでね。もうママに言ったの、パソコン買いてんだけどって言ったの。そしたらなんか隣の家の子がパソコン作れるらしいんだよねパソコン作れるらしくて、なんか自分でなんかお小遣い貯めて自分でそのパソコン買う、あの作る材料を買ってはパソコンもうめっちゃ作ってんだって。すごくね、すごくねと思って、だからお金私は作ってもらおうかなと思ってこの子はマジでパソコン作ってもらおうと思って、それか作り方を教えてもらって一緒に作る安上がりだ、いや知らんけど、いくらかは知らない。作るのも好きな人いるから、そう、作るのがすごい好きなんだって。ワンチャンス頼もうかなと思ってでもさ、ちっちゃい頃はすごい遊んでたんですよ。ちっちゃい頃はめちゃめちゃ遊んでたんだけど、小学校の時と、小学校とか一緒に行ってて、でもなんかこの前ね、やっぱ隣同士って言ってもなかなか会わないじゃないですか、最近はずっと会わなくて。でこの前ね、そのタンプレを私に言ったんですよ。その子のお兄ちゃんが二十歳の誕生日で、だからワインをね、こうやって私に言ったんですよ。私はおめでとうございますっつって、そしたらね、敬語使われたの、すごい悲しかった悲しかったよ、敬語使われちゃったよ、ひやのちゃん。そう、誕生日おめでとうございますっつって、でもお兄ちゃんいなかったから、その弟くんに渡したの。そしたら、あ、渡しときます、ありがとうございますみたいな、
だから頭いい人って敬語使う傾向にあるのかなと思って。そうやってすごい、その子めっちゃ頭いいんですよ。めっちゃもうパーンみたいな超頭いいんだけど、初対面だったら、うん、初対面じゃない、全然。なんかちっちゃい頃ずっと遊んでたしさ、ずっと遊んでたりさ、一緒に小学校ずっと通ってたのに敬語を使われました。悲しかったですでもパスコン前に作ってもらおうかなと思って、欲しいし。こむこむんじゃないよね、ちっちゃい頃とか花火とかバーベキューとか一緒にしてたのに悲しいよ、悲しい。小さい間の距離さ、でも一個下のだけだからね、そんなそんなね、そんなことある？もう悲しかったよ、ヒのはびっくりしたもん、敬語使われたと思って。ノートパソコン、ノートパソコン、でもカタカタできるパソコンがいい。カチカチカタカタカタみたいなパソコンがいいです。こうしてみんな踊らんって。そうだな、そうだね、みんな離れていくんだ、ヒアノから。悲しいよ一応おい、ジャブジャブがそれに言ったことないよ、言ったことないよ。来週見て、それはない。悲しいです、ヒアノちゃんは。パソコンが欲しい。あ、そう、はい、もうね、すっごい可愛い話していいですか。もうあの個人的な、個人的な話なんだけど、超可愛いの、本当に可愛い、可愛いことがあるんです。キーボードと PC の、そう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 、画面があって離れてるやつが欲しい。たかしくんじゃない、たかしくんじゃないですもうすごい可愛いことがあるの。もうね、言いたい、これはみんなに。ヒアノは共感してほしい。あ、可愛いと思って、共感してほしいことがある。あの、私の弟くんが、弟くんがね、あのサッカーを、皆さんご存知、サッカーをやってるんですけど、サッカーをねやってるんです。で、そのサッカー幼稚園の頃からやってんのかな、多分、うん、幼稚園の頃からやってて、で幼稚園の頃から同じチームでやってるんですよ。同じチームで、うん、なんかチーム、チーム、ん、チーム名は変わってるんだけど、なんかその同じ人、同じ人ともいるみたいな。だから幼稚園の頃からずっとヒアノも知ってて、知ってる子とかも一緒にいてて、でこの前のさ、去年のバレンタインあるじゃないですか。その時にバレンタインちょうど弟がサッカー行く日だったから、じゃあこれ余ったから持ってってよって言って、そのヒアノが可愛がってる4人のね、弟を合わせたら、弟合わせたら4人か、弟合わせたら4人の、合わせなかったら3人の子たちにチョコをね持ってってもらったんです、弟に。ででね、そっからなんだよ、そっからので、なんかそのこないだね、久しぶりに弟のね、なんていうの、お迎え、お迎えについて行ったんですよ。そしたらその子たちがいて、でその子たちね、めっちゃ超絶シャイなわけですよ。もう本当に、なんかもうずっとスポーツやってきたから、もうすっごいシャイな子たちね。で、すっごいシャイな子たちね。で、お礼をね、お礼を部屋に言いたかったらしいの。お母さんとかにもさ、言いなさいあんたみたいな言われてたんだけど、もね、照れて言えなかったらしいの。その、もうその時点で可愛いじゃないですか。あ、可愛いと思ったの、その話を聞いてて、ヒアノは。そしてさ、で、ヒアノが、お母さんに、その子たちのお母さんにね、言われて。で、あらっつって、その子にね、あら、可愛いねって言ったの。もう、それそしたらもう真っ赤になっちゃって、その子。もう超可愛くない？もうね、共感してほしい。このことを、もう可愛すぎん？超可愛いですよね。っていうね、話があって、
皆さんも燃えてくれたかな。マジかわいい、もう真っ赤になっちゃってさ、超可愛かった。あら可愛いねっつって。いくつなの？弟と同い年です。同い年です。嬉しいでしょ、もう超可愛いの、今時珍しい。そうなんですよ、弟くんの友達に対しては何のキャラ、何キャラで言ってるの？ノリのいい綺麗めのお姉様。俺と同じで純粋。俺と同じで自分で言うな。だって何キョロって言われたから。マジ可愛くね、超可愛くない？もうね、俺を頑張って言おうとしてたの、言おうとしてたんだけど、矢野がそっち向いて、あら可愛いねって言っちゃったから、もう真っ赤になっちゃったんだって。超可愛くない？もうそらしきっていうのもクソ可愛いやんと思ったよ。それはいいやんと思いましたね。どうだよ、100%だよ。でもシャイ、本当にシャイの子なの、すごい可愛い、やばくない？身長クソ高いのにさ、クソとか言っちゃった、間違えた。超高いのにさ、おじさんも美味しいで。もうそれは、まあ、そういう人はそれぞれの良さがありますからね。からかってないよ、からかってないですよ。そういう捉え方もあるかもしんないけど、そういう捉え方もね、人それぞれあるかもしんないけど、私はからかってない。もう言葉から出てしまった、スルッと。あら可愛いねっつって、しかもかっこいいのじゃないよ、可愛いのだよ、可愛かったんだもん。握手会とかに来たりして、いやシャイだから来ないと思う、多分。もん、何でしょうか。お、小泉先輩、ハートありがとうございます。ハートありがとう、ありがとうございます。てて、 thank you。 そうなんです、マジ超可愛いからね。以上です。なんかさ、物欲が収まる方法を教えてほしい、本当に。もういくらいくら欲しいものを買ってもすぐまた新しい欲しいものが出てくるから、でそれを買ってもまたすぐ出てくるから、もう意味がない。こんばんは、こんばんは、どこでもじゃ。もうね、いい話だ、いい話でしょ、かわいいでしょ、すごい。バンクさん、ハートたくさんありがとうございます。バンクさん、ハートありがとう、てて thank you、 てて thank you。お、いちさん、朝顔ありがとうございます。朝顔ありがとう。バンクさん、ハートたくさんありがとう。セブス、できないんだもん、欲しいんだもん。で、買うじゃん。で、買ったら、またすぐ新しいものができる。で、それも買うじゃん。で、じゃあまだ、もう、連鎖、ほんと。寺にでも、あ、いいね。寺にこもろうかな、部屋の。寺から配信するわ。無理だ、無理になれないもん。いくよ。私は物欲などございません。私は物欲などございません。寺石が、寺石、お小遣い管理してる？してない。してないっつって。お小遣い管理ってむずくない？って皆さんがしてよ、ヒャラのお小遣い管理。お小遣い管理ってマジむずいよね。毎日全国座禅組めるんだ。こうやってこうやって、はい、ポク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 。10万何買った？どういうこと？コート？どういうこと？10万で何買った？10万あったら何買うかってこと？
10万あったら何買うかな、部屋の。何買うかな、リングかな、どうだろう。俺逆に欲しいものがなくて困ってる。いいことじゃないですか、いいことじゃないか、いいことじゃん、いいことだよ。セーフの、あー、はい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 。それはママが持ってるだって自分が欲しいものを買うためにもらったお金じゃないでしょ、それってそうでしょ。だから別にそれを使おうと思わないね、部屋のは。十分でパソコンがパソコンはでもそれは自分の欲しいものだから。十分だったらマジック道具いいじゃん、マジック道具。ママちゃんがなんか貯金してるらしいです。考え方がない。まあ私だから僕 is good repeat after me 僕 is good 意味は私は神です。どうもどうもどうも使って経済回さないと。あ、なるほどね、経済を回せと。いやもうめっちゃ回しまくってるから大丈夫だよ。もうね、欲しいものがありすぎてもうめちゃめちゃ買いまくってるから回しまくってるよ経済パート使うのもあり。でも欲しいもの1個買ったらもう10万なんてあっという間で、あっという間だよね本当に。ふわーん、どこ飛んじっちゃう。最近買った、最近買ったものは服ですかね。見るよ新しく買った服。インスタに後ほど、後ほどというかいつか載せる予定だけど、チラ見せしたさせたいよか、皆さんに。下に置いてあるかな、あの服。下に置いてあるかもちょっと待って、あ、下に置いてあるな多分ね。見せられねえな、残念残念だ。下に置いてある、置いちゃう、残念、下に置いて思われます。でもこの服もね割と最近買いました。うん、あとウズのアイライナーとかも割と最近かな。怪人です。ああとね、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 バスケのユニフォームあるじゃないですか。バスケのユニフォームママ捨ててなかったから今度それ着て配信するわ。今 PC 以外で欲しいものは、もうありすぎる。服でしょ、香水でしょ、コスメでしょ、アクセサリーでしょ、帽子でしょ、車でしょ、なんかあとなんだろう、タピオカか弟に服買おう。いや弟にさ服全然買う、もう着てくれるなら全然買うけどさ、着ないんだもん、なんか買ってきたよってさ見せたらもうすっごい嫌な顔するのみたいな、めっちゃ嫌な顔するの。服買ってきた絶対着ないからとか言うのだから買わないの1ヶ月ぐらい気まだよくて過ごしてみたら意外とお金使わなくなる。なるほどね、なるほど。でもさ友達とさ遊ぶじゃないですか、遊ぶじゃん、遊んだらさもうあっという間に1万円飛んでいくじゃん、ゆきじちゃん。ってことは遊ばなかったらどれほどな貯金ができるのか試してみたいよね彼女できたか、彼女できんのかな、あの子できんのかな、本当にかわいそうだ願いなのとかせっこい、それなこんなに優しい人でよかった。
こう本当弟幸せ者だよね。こんなに優しくて、優しくてノリのいいお姉ちゃんが、お姉ちゃんがいるなんて。こんなに優しい、頭のいい。5000円で頑張れ。5000円だったらさ、お昼ご飯で1500円でしょ。でプリクラ取って2000円使うでしょ。で残り3000円でしょ。でスタバで1000円使うでしょ。で欲しいもの買うでしょ。5000円足りないよ。残酷を気にしながら伝えて意外と使わなくなる。残酷か、そうか、1ヶ月にもう使うお金をさ決めとけばいいのか。これしか使わない、もうあとは絶対に使わないって決めてたらいいのかな。本人はどう思ってるかな。このさっきあの聞いたんですよね、猫集め可愛いって聞いたの。可愛いって聞いたら、なんかご飯食べてる時に聞いたの、弟に。猫集め可愛いって聞いたのね。そしたらあの弟が食べながら、うんって言ってたんですよ。でママが、いやあんたこの子に聞いても分かんないでしょみたいな言ってたのね。だから部屋の真顔で、え、可愛いか可愛くないぐらい分かるよねっつって。で弟がおんっつって、え、でこれは可愛いって言ったら、可愛いって言いながら食べてました。だから多分幸せなんだと思います。私がお姉ちゃんで、ね、こんなに優しいお姉ちゃんがいて幸せって言ってました。しかもね、見てないわけじゃない、チラ見したの。チラ見してかわいい。毎回聞かれるの、髪型やったらね、この髪型かわいい、うんっつって。言ってました。幸せって言ってた気がします。こんばんは、こんばんは。気使ってないよ、言ってたの。気使ってないよ。1ヶ月に使う額を31等分して封筒に入れて1日ずつ開けて使う。なるほどね。お父ちゃんも可愛いねって言ってる。可愛いね、よかったねって言ってるよ。デートも1枚飛ぶ。デートしないもん。デートしないもん、部屋の。その分は楽だよね。だからお小遣いを毎日制する。え、毎日給料日だったらさ、よくね。弟も顔真っ赤に、うん、もう慣れたんじゃない。クソ真顔で、クソとか言っちゃった、ごめんなさい。めっちゃ真顔で、おいって言いながらご飯食べてた。これお小遣いなし、なんて鬼畜な言葉。小遣いなかったらひなちゃんどうしたらいいの。私お姉ちゃんね、でしょ。あればあるだけ使えそう、あればあるだけ使う派です。私はね、だって金があったら使っちゃうのが人間じゃないですか。だってあの課金したいし、欲しいものたくさんあるし、食べたいものもたくさんあるから困っちゃう。困っちゃうよ。課金したいです。最初に貯金する分をまま引いてから使うのが基本やで。なるほどな。可愛く言ってもダメだぞ。課金したいし、週2で美容院行きたいし、バチェイクも1ヶ月に1回はしたいし、エステも週1で行きたいので無理です。ミッサに課金。ね、見た今日のさ、ミッサのさ、ショールームしますのツイート見た。やばくね、あれ保存しちゃったもんだって。可愛くて、もう見ました。え、見た本当にびっくりしたもん、部屋の可愛すぎて。
即保存でも3枚ぐらい保存してるやろ。こうやって見た、ちょ見てない方はちょっと見てきてください。マジでマジ超可愛いから本当に、なんかこうやってみたいな顔してるんですけど、超可愛いからね本当に。保存して本人に送っても見てこれ可愛くないっつって見て見たよ、可愛くね、やばくね、見てないち見てきてください本当可愛すぎてやべえから。まして、こんな映画今見たやばくない、超可愛くない。そうギター持ってるやつです。ショールームしますみたいな、ショールーム乾杯するよみたいなやつ。おー可愛いから本当に、もうね見た瞬間めっちゃニヤニヤしたもん。もうニヤニヤじゃないよ、もうニオニオした、ニオニオして、なんかもうあこれが可愛いんだな、これが可愛い子なんだなって思った。結婚したい、結婚してほしい、もう本当に。もうちょっと待って。美咲のやつ？あ、ミッサー、ミッサーですね、ミッサー。美咲も可愛いけど、ミッサーです。ニオニオ、ニオニオ、ニオニオしました。似た、ニオニオ、ニタニタしました。もう本当に超可愛いんです。え？と思ったもん。多分なんか、健康にいいな、みたいな。だから、あの体調悪い時にあの写真見たら、多分生き返る気がする。ほんまに、ほんまにマジで。みんなめっちゃ若いでしょ、あなたも可愛いよ。そんなことないです。ニマニマするのは私ダメです。ニマニマするのはもう初心者で、もうダメだ、それダメ、ニオニオだから。極めたものは極めたものはニヤニヤだから、ニマニマニヤニヤダメ、ニオニオです、ニオニオで。しかしそれを口に出してはいけない、口に出してはいけない、心の中で見ましょう、心の中で静かに思いましょう。ヒャノはもう今口に出してしまったのでもうダメです。ヒャノはもうダメです。本当に本当にあのミスターを愛している方は心の中でニオニオして、決して顔には出さないようにしましょう。ヒャノはもう出してしまったのでダメです。ニヤニヤマスターですか、ニヤニヤニオニオマスターです。健康にいいから、ニオニオ。ヒラメロアメさんちょっとどう思ってんのかな。ヒラメロわかんない、誰それ、お顔忘れた。そうでしょ、勉強なんでしょ、一緒にオタ活しよう。なんかあれだよね、あれだよね、ミスさんの息になりたい。俺本人に言ったんだけどさ、昨日一昨日だっけ、一昨日にね、二人でなんか来世はめちゃめちゃ超絶イケメンになって女の子からキャイキャイ言われようねっていう話をしてたので、突然ヒャノはヒャノライスはミッサーの空気、ミッサーの息になるっつって言ってました。ミッサーの手が回りません、理由なんかね、なんて言うんだろう、少女漫画的な、少女漫画的な、学校にいる超絶イケメンあるじゃないですか、あの人になってその女の子からキャーキャー言われたいねっていう話をミスターとして共感し合ってました。トゥ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 、変態じゃないから、切実な思いだよ、切実な思いです。
俺もなりたい。一緒になろう。一緒にイケメンになろう。みんなもうイケメンでしょ。ヒャノはイケメンと呼ばれる性別すらでもないから、みんな先輩だよ。イケメンのヒャノは性別すらまだ違うから、そっから変えないといけないんだけどさ、頑張る。来世こそ来世こそ頑張るわ。まずね、呼ばれ、イケメンと呼ばれるための性別に生まれることから始めないといけない。でも皆さんは言われることができるのです。素晴らしいことだおばあちゃん、こっちです、こっちです、こっちです。でもひやのちゃんはさっきね、インスタ更新したんですけど、そのね、ミスさんのツイートでニオニオして、でインスタ更新して、でコメント欄を見てました。コメント欄見てニカニカしてました可愛いっていうコメントを見てニカニカしてました。顔が輝いてましたねミサと行きたい場所は、どこだろう。ミサ行きたい、大体行ったからなそうニカニカしてました、皆さんのコメントを見て。可愛いとか似合ってるっていうコメントを見てニカニカしてました、こうやってやってましたね。してました。やっぱしちゃうよね、しょうがないよね。ニカニカしてましたニカニオニオニオはもう尊い感じのニオニオで、ニカニカはその照れの入ってる笑いみたいな、ちょっと照れちゃうけどなんか嬉しいなみたいなのがニカニカです。だからそういう時に使ってください、ニカニカは なるほどです。そうです。今日ストーリー、インスタのストーリー見てたらさ、カレンちゃんがさ、ワンショット動画会やりますみたいなこと言ってて、おー、いい企画だなと思った。まあ私はやらないですけど私はやらないですけどね。これはテスト出ます、テストに出ます。私はニカニカしましたってコメント来た。一応ニカニカしよう。ごめん、かわいいってごめんしよう。こらこらこら、かわいい女の子大好き。違いますよ、可愛い女の子が好きなわけじゃないです。私は可愛い女の子好きだけど、みんな大好き DDD じゃないんですよ。違います、みんなじゃないです、違います違います。バイオライズ AKB になる、なりましょう、なりましょう、なりましょう違う、私は DDD の素質はあると思う。だがしかし、しかしだよ、ジャンルが違う。アニメだったらトドロキくん、ゲームだったらイライくん、アイドルだったらミサですね。だからみんな大好きなわけじゃなくて、ここでここでだから DDD なんですよ。DDD です、そうですよ。 DD じゃない、 DD は2人でしょ。 DDD です、そういうことです。ミスが一人で愛されれば幸せじゃないの。いや、それもそれだよね。じゃあ愛されなくて、愛されたら違うんですよ。押したい アイドル楽しうん、ミス、部屋のってさ、ミサ押して押しなのかな。どうなんだろう、そこんとこ。ひなこが見てますよ、ひなこが見てます。どういうこと、どういうこと、ひなこが見てますって、ドジドジ消しちゃった。
どうじどうじ、ひなめろごめんべろ。うみだめだ楽しい。推しなのかな。でも推しとは違うんだと思う。多分まだ推しっていうのはトドレキ君のことでしょ。そういうことでしょ。あ、尊い、あなたのまとう空気になりたいっていうことでしょ。ミッサーじゃない、それは違う。嫁ミッサーさやりの推し。ミッサーはね、横ちゃん推しですよ。面白い嫁だな、嫁ですよね。起きてくるんでそう出なかった。トゥートゥートゥー、はい、ということで久々の1時間配信、皆様ありがとうございました。ありがとうございます。ということでキャッチフレーズをしたいと思います。トゥルン、ちょっと待ってでしょ。ひなこがペット、ミサが嫁、リッセン、リッセンは姉子13位たくまさんありがとうございます。12位ベベモンさんありがとうございます。11位リカさんありがとうございます。10位コマシロさんありがとうございます。9位フォレットさんありがとうございます。お、久々だ。8位カイスさんありがとうございます。7位コジ先輩ありがとうございます。6位桃照太郎さんありがとうございます。5位イチさんありがとうございます。4位ハーさんありがとうございます。3位クラカギンシロさんありがとうございます。2位バンクさんありがとうございます。そして1位はドゥルル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 ドゥン、ケオンパチさんです。ありがとうございます。ケオンパチさんありがとう、イエイ、ありがとうございます。今日の1位はケオンパチさんでした。ありがとうございます。キャッチフレーズをしたいと思います。ひなこもっともっとって言ったら、奥もっとって言ってください。いきますよ、もっともっと、奥もっと、ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました、16歳のノンコード奥本ヘラノです。よろしくお願いします。イエイ、はい、ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。テスト明け1時間配信ということで、久しぶりだったんですけど、いかがだったでしょうか。ということで明日もまたしたいと思いますので、ぜひ見てください。インスタも更新したので、ぜひそちらもご覧ください。ありがとうございました。バイバーイ。3、2、1、0、アデュー、バイバーイ、おやすみなさーい。